3個同時にバルーンを壊すと、ピカちゃんが泣くことは知っていますよね。実はこれ、いろんなレパートリーがあります。って言ってる。まずボーイに変えて、ガングロにして、アフロにしましょう。これで声が変わるのか。男、そしてアフロに変えたら、3つ壊した時に同時になるイカちゃんの声がタコボイスに変わるのかちょっと気になったのでやってみましょう。あ、いける。ここ。え、変わったべ、今絶対。変わったべ。ちょっと声が低すぎて分かんなかったけど、今変わったと思うよ。ここ。おー声が低いんだよ、お前。でも変わったからもう変わったってこといいや。